六、死煩悩上苦、うぶく無気性、い、ガチガケン、病我慢我愛。四つの煩悩と常に共なり、うぶく無気に収む。いわく、ガチとガケンと、並びに、我慢と我愛となり。第七式は、常に四つの煩悩と共にあり、それらは、下脱するための聖なる修行を妨げる汚れに覆われていて、善とも悪とも未判別の無気である。四つとは、一、それ自体のみで存在できる自分というものはないということを知らない根本的無明であるガチ。二、一瞬一瞬不断に変化相続して流転し続ける第八式を変化しない同一の自我であると誤認する我見。三、我見によって存在すると設定された自我に執着する心のおごりである我慢。四、誤認されて仕切られた自我へ愛着する我愛。六の歌。マナスの特徴死煩悩ガチとないものに湧くはめ記憶の変化を見れないで我は不変と我見持ち我慢できるか自我執着我愛するとは可愛くない。図説四大煩悩。一、ガチ。全体生命の経験記憶である臓器の一部を切り取って自分と仕切る無明。二、我見。全体生命の無常天変の一部である心身五種運を変化しない同一の自我と執着する見解。三、我慢。我見によって設定された自我に執着して優劣意識を持つこと。四、我愛。誤認して仕切った自我への愛着と自我のための貪り。日記。四大煩悩に気づくには、私はという主体者意識、私がという行為者意識、私のという所有者意識、私にというおねだり意識、私をという使命願望意識などを自分がどれほど持っているかをよく観察することです。考えるヒント。エゴが登場してくると他のすべても現れる。エゴが退場するときは他のすべても消えてゆく。だからエゴは主役にしてすべての脇役従える。こんな主役を任すにはそれの監督探すがよい。第6節に入りますね。意訳のところをご覧ください。
第7式はと、まあ、第8式の後の第7式のことを問題にしているわけです。常に4つの煩悩、クレーシャとともにあり、それらは下脱するための聖なる修行を妨げる汚れに覆われていて、覆われていてというのは、身振りたうぶく、善とも悪とも未判別の向き、アビアクリタである。四つとは、1、それ自体のみで存在できる自分というものはない、ということを知らない根本的無明である、ガチ、アートマモーハ。2、一瞬一瞬、普段に変化相続して流転し続ける第八式を、変化しない同一の自我であると誤認する我見、アートマドリシティ。3、我見によって存在すると設定された自我に執着する心のおごりである我慢、アートママーナ。4、誤認されて仕切られた自我へ愛着する我愛、アートマスネーハの4つであるということですね。それで、無ぶく向きとね、うぶく向きとうぶく浮きの違いがあるわけです。前の図を見ていただきますと、4番のところの図解ね、4番目のところの右のページの図解で、第8式は無ぶく向きです。それから第6式はうぶく浮きね。じゃあ第7マナ式はどうなんだろうっていうような問題が、第7式はどうなんだろうっていう問題が出てくるわけです。そこを扱っているのはこの6節ですね。第7式は常に4つの煩悩と共にあるっていうので、右に図解を出しておきましたが、4大煩悩と言われています。まあこれらがくせ者なんですね。まあ洋画の方ではこの辺まとめてアハンカーラって言ってるんですね。4大煩悩を持っている私とアハン、私はオカーラ、作る思いですね。それで、それらは4つの煩悩はって意味ですね。下脱するための聖なる修行を妨げる汚れに覆われていてうぶく。これは私はという思いを持つっていうことですね。ところが私はという思いを持っても獲得すればね、善でも悪でもない中性の状態に戻せるんです。第8荒屋敷にね。ところが私はってやって上に上げていって、第6意識に上げてやってこだわると、それは妨げることになりますから、第6意識では善悪とか判定してしまうので、うぶくと浮きなんですね。第7マナ式は私はっていう思いだけですので、それ以上思考をこう続行、考え事をね続けさせませんので、向きアビアクリタと言われています。向きっていうのは善悪を判別しないっていうことですね。浮きっていうのは善悪あるいは苦楽などを明確に判別するっていうことですね。記憶そのものは第八荒屋敷においては向きなんですが、第六意識に上がっていくと浮き。僕らは頭でこれはいいとかこれは悪いとかね、これは苦である、楽であるとか中性であるとか、これこれ判断します。で、その4つの煩悩の内容がガチ、我見、それから我慢、我愛ですが、これは右の図解の方を見ていったのが分かりやすいだろうと思いますね。で、その前に第6節を覚えるための歌ですね。マナスの特徴、4煩悩、4煩悩。マナスっていうのは第7マナ式とも言われます。アハンカーラね。ガチッとないものに湧くはめ、記憶の変化を見れないで、我は不変と我見、我は不変と我見持ち、我慢できるか自我執着、我愛するとは可愛くないと語呂合わせですね。で、ガチッとないものに枠はめっていうのは全体生命の体験記録なのに、これは私だってガチッと仕切りをはめるっていうことですね。内山老師は思う枠って言ったでしょ、思いの枠ね。思いの枠をはめること自体が無明ですね。仏教では普通無明と言ってますね。仕切らなければ、まあ仕切ると明かりが通ってこない、仕切れば明かりが遮断されるっていう意味で、無明を作るのは仕切りなんですね。仕切りが強烈であれば全然明かり来ないし、緩ければ明かり漏れてくる。無明にも様々な状態があるかと思いますけどね。で、煩悩が4大煩悩のうち少なければ少ないほど仕切りは
少ないから明かりが漏れてきますが、ガチッと4つ決めてしまうと明かりがなかなかいかない。第六意識までいかないので正確な判断もできないし、煩悩を繰り返すっていうことになるわけですね。で、まずガチがあるわけですね。で、そのガチを下の図解で見ましょう。丸一、全体生命の経験記憶である造式、第八あらや式のことですね。造式の一部を切り取って、これは自分の体験記録と仕切ることです。これは自分の分って自ら分、分取る、分けることですね。そういう無明です。自分と仕切ったって自分のものは何もないですよ。自分一人だけでやったんじゃないんだから。皆さん自分一人でやったことなんて何もないですよ。自然界の食べ物を食べていろんな人の知識を活用してやってるわけでしょ。ですから自分だけの発明とかね、アイデアとか功績とかそんなものは何もないです。で、ガチがありますと、ガチはまあ仕切ることそれ自体です。で、仕切って、仕切ったものをこれは私だっていう私という思い。まあ、我見のところがね、私という思いにあたるでしょうね。全体生命の無常天変の一部である心身、五種運とも言われます。心身は五種運。五運を分取ったっていう意味ですね。四季、受相、行式という運をね、分取って、これは自分のものってやることですね。心身を変化しない同一の自我として執着する見解ですね。いつでもね、五運とか四季、受相、行式とか心身というものは変化してるわけでしょ。皆さんがここに来る前と今では違ってるんだし、またお帰りになる時でも違ってるわけですね。まあ、例えば、皆さんが今飴食べたけど、食べる前の舌ね、口の中の唾液の状態と食べた後で違うわけですよ。いつでも変化、一瞬パクってやった瞬間に変化してるわけでしょ。でもスタイナさんは私と思ってるわけですよね。私の内容も変化しちゃってるわけですよ。飴パクついたのとパクついてない状態で変化しちゃってるわけですね。で、いつでも変化しているって、どうせ私って見るなら私は変化しているって見ていかないといけないということですね。私の心身は刻一刻と変化してるんだということです。刻一刻のね、変化した積み重ねが、おぎゃーという赤ちゃん、僕らみんなおぎゃーというみずみずしい赤ちゃんだったわけですね。それが、尾が取れて、ね、どうなっていくかということなんですね。それから3番の我慢はその上ですね。これは私という思いを持つとね、我見によって、そういう私という思いによって設定された自我に執着して優劣意識、優越意識と劣等意識ね、2つを持つこと。私の方が優れてるとか、私はダメとかって、そういう優越意識と劣等意識ね、これは誰でも持ってるんじゃないかと思うんですね。まあ、鼻が低い人は鼻が高い人を羨ましいと思うでしょうね。背が低い人は背が高い人を羨ましいと思うでしょう。あんまり背がのっぽだと、中西さんが小さい頃大きいのが嫌だったとか言ってたけどね。小さい辺は言わず持ってるけども、成長してみると大きい、これでよしなって、また何も持ったりしませんかね。様々だと思いますがね、肉体的な特徴とかあれこれね、あとまあ肉体的なことじゃなく精神的なこの慢心、これは取れにくいですね。私はこれこれのことをやった、そしてこう表彰されたとかね、これはなかなか難しいんじゃないですか。で、我慢とかその他に我愛、誤認して仕切った自我、間違って仕切っちゃったんだけれども、この私の肉体とかね、私の得ている地位名声とか、それが愛おしいとかね、まあ免除捨てなさい、嫌だ、それは我愛なんですね。我愛、免除がいいんじゃなく、免除を愛している自分をね、捨てたくないんですね。だから誤認して間違って仕切ったんだから、自我への愛着、これは私だという思いと、私に付着した地位名声ね、そういうものに執着しなければいいわけです。愛着と自我のための貪り、もっと欲しい。まあ、一つ免除を取ったら次も取りたい、もっと取りたいっていうと、貪りね、どんどん、ね、貪りになっていくでしょ。これらが、アハンカーラに付きまとう4つの煩悩だっていうことで、これは考えればよくわかるし、我慢と我愛のところでね、我に気づいてください。我見とかガチっていうのは分かりにくい人たちもいると思うんです。ところが我愛、自分が可愛いとかね、私はこういう面で優れてるとか劣ってるとか、これは誰でも思ってるんじゃないかと思うんですね。我愛、我慢。ここで我に気がついてください。
日記のヒント、四大煩悩に気づくには、私はという主体者意識。ここね、非常に大切なところですから、これをヒントにして、もう一冊日記作れるぐらいじゃないかと思います。私はという主体者意識。主体者意識は、行為者意識でもいいです。私はって誰でも思うんですね。誰これしたのって言うと、私って言うでしょ。良くても悪くてもね。悪いと私って名乗らないし、自慢できると私って名乗るでしょ。それから、私がという、ごめんなさい。私はっていうのは単なる主体者意識ね。私はあるっていう思いですね。それから、私が、まあこれ、和とがの区別ね、厳密ではありませんけれども、私がしましたって やる場合には行為者意識ですね。それから、私のっていうと、これはもう決定的に所有者意識ですね。私のもの、私の手柄、私の功績ですね。それから、私にくださいというおねだり意識ね。まあ、投票、選挙なんかそうですね。私にっていうことですね。お願いします。清き一票、私にっていうことですね。まあ、私をも同じことなんですが、まあ、私をという使命願望意識ね。まあ、私にっていうのは普通、物をくださいとか何かを入れてくださいとか、そういうふうに使われますが、私をご推薦くださいとかっていうと、使命願望意識ね。ですから、単なる私じゃなくね、その後にテニオハという助詞がついた場合にね、この我慢とか我愛などに関係ある情が出てきますので、情って執着ね。そこによく気づくっていうことですね。ですから、私の後に自分はどういうものをつけるだろうってこう気がついていったらいいんですね。私がってこう、行為者意識を主張する人と、私のっていう所有者意識ね、を主張する人とね、私に私をっておねだり、使命願望意識が強烈な人とか、あれこれ言いますでしょ。まあそういうもの、一切ヨガにとっては邪魔者ですから、私は、害我慢ですか、そういうものを希薄にしていったらいいと思います。優越意識も持つ必要ないんだし、劣等意識もね、持つ必要ないんだしね。そんなに愛着しなくてもいいんだし、そんなにむさぼらなくてもいいんだしっていう。考えるヒントは、ラマナ・マハリシの真実在のビジョンの28番からです。エゴが登場してくると、他のすべても現れる。エゴが退場するときは、他のすべても消えてゆく。だから、エゴは主役にして、すべての脇役従える。こんな主役を任すには、それの監督探すがよい。で、エゴが登場してくるとっていうのは、第一人称が登場してくると、他のすべて、第二人称、第三人称などが現れてくる。ということで、岡田虎次郎先生も、第一人称がなければ、第二、三人称もないと同じこと言っておられましたね。私の立場はゼロ人称ですってやっておられましたでしょ。ですから問題はこの第一人称ね、I, my, me ですね。英語で言うとね、I, 私は、my, 私の、me, 私を、私にっていう、I, my, me ね。あれを、なるべく少なくしていったらいいんですね。で、それが主役で、我慢とか我愛とかね、その後もういろんな心情が働きが出てくるわけです。で、これに勝つことができるのはね、それの監督だ、私の思いの出所だけだっていうことです。唯一の式だけだ、唯識だけだっていうことです。唯識イコール無我ですからね。我を捨てた状態が、その主役をこき使う、あるいは使わない、ね、ことのできる監督なんですね。僕たちの心の監督っていうのは無我。なんと我がないことですから、我を外せばいいだけですね。私が主役の間は、結局、我の後に、慢とか愛とかつきやすいんですね。愛着とかね、慢心とかつきやすいんですね。で、いろんな脇役とか出てくるでしょ。その後、まあ、6つの根本煩悩とか、20の随煩悩とか、たくさん、脇役っていうのは、例えばね、7ページの右側をご覧ください。例えばそこに四大煩悩の上にね、大随煩悩って出てるでしょ。主役があると脇役がゾロゾロって増えてくるんですね。で、もっともっとたくさんあるわけなんですね。それは9のね、右の図ご覧なさい。四煩悩の他に2つ足して、まあ6つの大きな煩悩があってね、それから本当の煩悩から発生して付随的に出てきたので随煩悩っていうのがなんと20あるんですね。煩悩が6つに随煩悩っていうのが20あるんですよ。脇役がゾロ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 出てくるんです。
煩悩は計26あるのに、善の方の働きは11しかないんですね。僕ら煩悩26全部やってるのに、善のうちのどれをやってるかっていうことなんですよね。少ないんですね。あと、五別境、五変行とか、不浄という心の働きね。それらをも僕たちは、煩悩とか随煩悩を働かせるために役立たせてるから、結局、煩悩の働きが優勢だっていうことです。僕らみたいにエゴの取れていない人間はね、六識の頭でっかちなんですね。で、聖者型の場合には26の煩悩がないんです。